最後のドカンファンクといえば一番有名な曲は何といっても、サウンドオブサイレンスじゃないですかね。はい、それでは大丈夫ですか。もちろんです、はい、任せてください。ハモれますか、ちゃんと。大丈夫です、はい、それでは聴いてください。サウンドオブサイレンス。 Hello darkness my old friendやめてくれよ、古いネタ。これ必ずこの曲になっちゃうんだよね。これそもそも盗作らしいよ、これ。夜明けのスキャットでしょ、あの、ユキサオリの。もう本当ね、ごめんなさいね、本当に。ユキサオリだって知らないでしょ、本当は。もっといい曲いっぱいあるんだよ。知ってますよ。手紙でしょ。え、知ってんの。そう、手紙。でも今日のライブのためにね、この頃の曲はもう一応チェックしておきましたから。頼もしいね。え、歌えるじゃん。はい、じゃあ、清水ゆきりにね、歌ってみましょう。1970年レコード大賞歌唱賞の作品です。手紙。歌えよ。あの、すいません。何、私小学校の頃長縄跳びになかなか入れなくて。そういうこと聞いたの。今もそれはすごい思い出しちゃって。まあね、確かにいましたよ、そういう子がね、スキップできなかったりね、そういう子がいた。はいはい、私、あの、母がこのレコード持ってたので歌えます。本当？はい。それでは、意味や家が挑戦します。手紙、聞いてください。そのレコード壊れてた。なんか同じメロディーばっかりなんだけど。針が飛んでたんじゃないの。あのね、死んでもあなたと、ここがいいの、はい、暮らしていたいと。下がんなきゃ。下がる、うん、はい、じゃあやってみてください。せーの。死んでもあなたと。はい、下がる。暮らしていたいと。場所下がってどうするんだよ。あれ、なんて言ったらいいの。あの、例えばね、兄ちゃん今あのデパートの2階にいます、ね、はい、死んでもあなた、ここから1階に下がるのよ。1階はな、何だってほら、1階って化粧部員のお姉さんたちがしつこいじゃないですか。そういうことを聞いてんじゃないよ。あの、橋田さんがあのソロで歌ってる反戦歌ですけど、何のために聴いてください。風に震える オリーブの花、 白い壁の教会で、 揺れて傾く十字架のもと、 一人の男が倒れてた。何のために、何を夢見て、歯を食いしばり働いて死ぬのか。夢で傾く十字架のもと、一人の男が倒れてた。何のために、何を夢見て、歯を食いしばり働いて死ぬのか。傾く十字架のもと、一人の男が倒れてた。